選手たちも分かっていると思うんですよね、さあ縦に出てきた、ゴールするパス、さあフリーになった、シュート決まったシモビッチが決めました。先制点は名古屋、一瞬の隙、佐藤うまかったですね、うまく間に顔出して、もらいましょうか。小林のパスのところなんですけど、はい、山本当たったんですか。そうですね、山本当たったんですね。佐藤ではなくて、シャビエルがちょっと顔出したところですよね。そうですね、山本スライディングでクリアしようとしたんですけれども、そこに当たってそのボールがちょっと